育て方を間違ってたのかなとか、届けなかったのかなとか、すごい悩みましたね。当時は別にまあほっといてくれよみたいな、そう思ってましたね。構わないでくれみたいな。なんだろうな、生きる意味を なんかもう見つけられなかったんで、その当時人生がつまらないっていう。親もそうだし、先生とか、自分はもう死んでもいいと思ってたんで、いつでも。なんでだから構うなよと思ってたんですけど、本当に極道になろうとしてましたね、本当は。2人兄弟喧嘩ばっかりで、朝から晩まで殴り合いの喧嘩もう近所の人はまたやってるよみたいな、よく鼻血を出してたね、会話相談所とかにも電話したりとかして、そうそう、それぐらい悩んでたんですけど、こういうことも、ミクルはあまり聞かないけど、会話素直に聞くことがあったですよね。ミクルはジャイアンですよね。結構こう、みんなのお兄さん、兄貴みたいな感じだったんですか？そうですね。中学の時は、菓子折り持って、謝りに行ったことがありましたね。本人もう一緒に連れてくんですけど、本人はあまり悪気がないので、態度がね、まあ、向こうの親御さんからすると、お母さんに謝られて、本人がっていうのがあった。